AD 藤本の自転車乗りまへんか。皆さんこんにちは、自転車案内人の AD 藤本です。プロショップ歴10年、自転車を愛し自転車に乗り自転車をカスタムし、今自転車系の YouTuber やってます藤本と言います。本日はロードバイクとクロスバイクですね、ここを実際に買うとしたらどういったのになるかなってのを実写をお見せしながら皆さんに説明していきたいと思います。自転車乗りまへんか。はい、こちらですね、クロスバイクコーナーになります。ここに映ってるのがジャイアントというメーカーのエスケープ R3、 だいたいお値段が6万円台になってきます。でね、このエスケープ R3 っていうのがもう10年以上かな、入門編のクロスバイクの代表的な存在。色味もかなりポップでちょっとおしゃれにっていう感じで選べるんで非常に人気が高いんですよ。はい、で、このエスケープ R3 ともうこれも過去10年ぐらいこう競り合ってきた車種があちらにあるんですけども、こちらですね、イタリアのジオスっていうメーカーのミストラルというモデルです。はい、でこちらも6万円台。ちなみにこのワイズロード大阪本館さんではどっちの方が売れてます？そうですね、どっちも売れ筋といえば売れ筋なんですけども、クロスバイクの初めての1台として間違いないのを選びたい方はエスケープの方を選ばれる方が多いですね。ジオスはイタリアのブランドなんでデザインがまあ洒落てるんですよ。なので、まあ、趣味の道具としてクロスバイクを楽しみたいなって方は、うん、ジオスの方を選ばれる方は多いですね。自転車乗りまへんか。僕が思う究極のクロスバイク、こいつちゃうかなと。トレックの FX3 ディスク。これね、どこが完成形かちょっと説明させていただきます。まず、ここなんですけどね、これ一見クイックリリースと思いがちなんですけども、これ実はね、こっちから見たらわかるんですけど、スルーアクスルなんですよ、これ。見た目はクイックなんですけど、スルーアクスルで、油圧のディスクブレーキ。で、グリップもね、このトレック独自のグリップなんですけど、非常に定評のあるグリップ使ってるんですよ。はい。で、BB、ボトムブラケットが JIS 規格、ホローテック2使ってるんですね。で、シングルのフロントギア。要するに、クロスバイク買いたいって人の要望を全て詰め込んだらこれになるんですよ。その分お値段も結構しちゃって、10万、まあ7000円ぐらいかな。10万6700円となっています。自転車乗りまへんか。はい、じゃあ続きましてロードバイク見ていきたいと思います。10万円くらいでも一応ロードバイクで出てるんですよ。ただある程度のラインのロードバイクが欲しいなっていう場合はやっぱこのぐらいの値段になるのかなと思います。キャドオプティモ、キャノンデールというアメリカのメーカーですね。ワンで、さっきクロスバイクだったんですよね。で、こっちがロードバイク。見ていただいて分かるようにハンドルがこういうようなぐにゃっと曲がってます。それだけじゃないんですよ、違いっていうのは。もう本当にね、各部分全部違うんですけども、細かいこと言うとね、皆さんもショップ行って見ていただいたらいいかなと思うんですけど、ね、ここの隙間とか一回見てください。クロスバイクっていうのはね、わりかしここの隙間広いです。はい、広くなってます。それとか、あとね、これはパッと見でわからないんですけど、ここの、まあ、チェーンステーっていうんですけどね、の長さもクロスバイクの方が長くなりがちなんですよ。はい、あとはね、ここですよね、ここヘッドチューブっていう場所なんですけど、クロスバイクの方がこう長くなる。そうすることによってこう状態が起きるんですよ。だからより街中に向いてたりポップに乗れる。逆に言うとロードバイクは、少し攻めたポジションになるので、より早くより遠く行けるっていうような感じなんですよ。はい、あと一番大きいのはこのロードバイクのフレーム以外の部分ですよね。まあ、主にコンポーネントっていうんですけど、フレーム以外の部分、コンポーネントがね、ロードバイク専用のコンポーネントっていうのになってるんです。さっき見ていただいたのはどっちかというとマウンテンバイク寄りのコンポーネントだったり、シティ寄りのコンポーネントなんですよ。ロードバイクはそこが違います。ロードバイク用のコンポーネントで、またここからややこしいのが、このコンポーネントの、ね、6段階に分かれてるんですよ。これがまたややこしくて、ちなみにここに105って書いてるのは105っていうグレードで、上から3つ目のグレードです。はい、
これはシマノっていうメーカーなんですけど、シマノっていうメーカー以外もいっぱい出してるんで、もう言い出せばもうキリはないんですけども、大まかに言うと、まあそんな感じです。はい。だからロードバイクとクロスバイクっていうのは、見た目はハンドルしか違わないけども、実際は全然違うものなんだよと。ロードバイクはクロスバイクに比べて、より速く、より遠く、より楽に行けるっていう感じに仕上がってるのがロードバイクです。自転車乗りませんか？僕個人的にね、もうこの辺買っときゃ間違いないっていう自転車がこのトレックのエモンダ SL5 です。まずね、フレームがね、カーボン素材使ってるんですよ。なので軽くて長距離行くときに非常に楽なんですね。で、このブレーキシステムですね、ディスクブレーキ、しかも油圧で、コンポーネント、フレーム以外の部分ですね、非常に満足度が高い。だからどこ取ってもトータル的にバランスの取れた、何でもできる。レース出てもいいですし、休みの日にね150キロぐらい走ってもいいですし、みんなとサイクリングワイワイ行ってもいいですし、運動目的、スポーツ、サイクリングにも使える。本当に何でもできる。これさえ買っときゃ間違いないっていう一台ですね。自転車乗りまへんか？はい、こちら、イタリアのピナレロっていうメーカーなんですけど、ピナレロのドグマ F っていうモデルです。すごいっすよね。158万9000円ですからね。ギャーって感じですよね。なんといってもこのドグマ F、 東京オリンピックで金メダル取ってる自転車なんですよね。どうですか、だんだんこの値段が安く感じてきましたか？そんなことないですかね。158万9000円。自転車乗りまへんか？一自転車ファンとしてすっごい刺さった自転車があるんで、ちょそれも最後皆さん見ていただいていいですか？はい、こっちです。こちらコルナゴというメーカーなんですけども、 C68 っていうフレームです。もう何がすごいって、最新モデルすぎて今日本に1台これだけしかないです。値段の方がこれですよね、190万3000円。ギャーって感じですね。もう車、しかもまあまあいい車買えるっていう感じの値段なんですよ。はい、ただただ190万の自転車、みんながみんな買いますか？いや、買いません。つまりここにはロマンが詰まってます。どうでしょう皆さん、自転車乗りまへんか？今後もこのチャンネル、自転車乗りまへんかでは、皆さんに役立つ情報であったり、自転車の映像、知識ってのをね、今後もどんどん皆さんにお見せしていきたいと思いますので、何卒高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ最後に一発芸やって終わりたいと思います。にゃーにゃー、ゴロニャーゴー、ゴロニャーゴー、コルナーゴー。2回目ですこのネタ。1回目も受けたんです。1回目だいぶ受けましたよ。はい、2回やって何が悪いや。映画の別に持ちネタなんやから。